姉川は日本海軍の通報官。官名は滋賀県の姉川にちなむ。ちなみに、ロシアでの救命であるアンガラも河川名であり、発音が似ているから姉川としたという推測もある。旅順港内で格差した状態のアンガラ。白色船体に帯を巡らせた規定塗装や後部マストの赤十字機など病院船であったことがわかる。ただし、 病院船としての保護を受けるには、公船国への通知が別途要件となるもともとは、イギリスのクライドバンク社で1898年9月に浸水したロシア義勇艦隊の旗船、モスクワ、オデッサからウラジオスト家や旅人へ陸兵や軍事物資を輸送していた。日露艦の緊張が高まったため1903年に15センチメートル砲4門などを積み仮症巡洋艦に改装。 アンガラと命名され同年末に旅順に寄港した。日露戦争開戦後の1904年3月に美砲を撤去し病院船となっていたが、ロシア海軍は日本側にきちんと通告していなかった。そのため旅順陥落で自沈していた元船を日本軍が付与し、整備、1905年6月3日に姉川丸と命名、翌1906年3月8日に通報官。 姉川とした。戦後に、ロシアから病院船の打歩であると抗議を受け、結局明治天皇から、ロシア皇帝に贈与する形で返還することとなった。1911年8月22日除籍し、宮内省に移管する。9月2日クレコーを出港し、同月6日のウラジオストク到着後、同地で、ロシアに引き渡された。船名は、モスクワに戻る。 1916年11月にペチェンガと改名、1922年までは帰還不能の状態でウラジオストクにあった。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。海軍制度遠隔巻 8P11 では単に排水量とあるが、 日本補助官邸物語ピアニッシも378から379では常備排水量としている。ありがとうございます。